私の名前はマリサ・ドゥルと申します。クレディ・スイスのチーフアドバイザリーオフィサーを務めております。皆様、新年の年ようこそ。2030年というのは2050年の新しい年ということです。マーケットの方々、記念していらっしゃる市民社会の方もいらっしゃると思いますけれども、IPCC のリサーチというのは本当に私たちも不安にさせるようなものでした。このリサーチによって気候変動が加速していて非常にペースも早まっているということが分かりました。壊滅的な異常気象というものが夏も今年の夏も起こっておりまして、直接的なハリケーンだけではなく、また数日前ニューヨークでも異常気象の影響というものが起こりました。アメリカ東部の森林火災であっても、干ばつであっても、ハリケーンであっても、このような気象、異常気象というものが、気候変動の影響というのがアメリカではそれでも起こります。地球はこのように言っているのです。時間がもう来ていると。ですので、アクションを起こさなければいけないということで、このようなこのテーマが非常に重要なんです。この10年が私たちが住むことができるような中級にするようにアクションを取れる時間だということで、移行をしていかなければいけません。CBI が非常に強いスタンスで、市場の基準について実際信頼できる移行がどういうものかということを伝えてくれています。また移行ではないこともこれで分かっています。皆様が信頼できる移行のもとに原則を置いて、もちろん努力していくことを望みます。また、炭素のオフセットがどこにあるのか、どれが共有できるのか、また、言い訳をして、いつもの料理事業を行っているわけにはいきません。我々、市場参加者全員が本当に団結して、高い目標というものを金融セクターでも設定していかなければいけません。そうすると信頼性というものがより資金の導入というものを早いペースで動員することができます。そうすると我々がみんな2030年がまさに新たな2050年ということに達成できると思います。皆さん、こんにちは。本日はトランジションを推進するための市場の戦果ということで、本日は CBI のから私、アナ・クリードがご案内しております。姉さんをこちらに、PRI の姉さん、ファビアン氏をお迎えしております。私たちは本日、トランジションファイナンスを推進するための市場の変化についてお話しいたします。まずオープニングのディスカッションとして、トランジションというのはもちろん現在非常にホットなトピックであります。 IPCC のレポートでは脱炭素がまさに2030年までに必ず起こらなければいけないと強調しています。すべての経済セクター、そして地域で脱炭素を行わなければいけません。現在クライシスに努力は不十分です。これらの高い、ところから低炭素に移行していかなければいけない。また世界もより堅牢にならなければいけません。向上というものは再エネの供給などでも起こっています。特に石油などのセクターでは移行を努めていますけども、今後より炭素、そして脱炭素ということに移行していかなければいけません。
長期的に、例えばハイスノウェイとか高級セクターなどが、その活動というものがありますけれども、そのビジネス自体を座礁のアクティビティ、活動から長期的に実行できるような活動に移行していかなければいけません。もちろん、脱炭素の時を語るときに、同時に社会的な目標というのにも達成していかなければいけません。それには、この目標というのは SDGs ですけれども、資金が参画し、雇用を創出し、社会経済の権利を達成しなければいけません。金融設定セクターに関しましては、7兆のインフラへの投資がこの移行のために、目標達成のために必要と言われています。4兆がエネルギーの移行のに使われます。これはパリ条約を、パリの目標を達成するために、そのために公的資金だけでは足りませんので、民間資金をより金融セクターので動員していかなければいけない。ネサさん、このコンセプトについてはどう思われますでしょうか。そうですね、おっしゃったようにトランジションの経済というものが今起こっています。将来に向けてということです。いかに環境そして社会的な側面が重要かということは長く言われて、私たちが認識したのは何年もこのリスクというものにフォーカスしながら分かりにくいというのが、将来の一方に関してはより詳細に特定に的に企業の投資であっても国造であってもこの移行を本当に選別し、環境の目標 SDG を持つために移行をしていかなければいけないことです。移行ができないとマイナスな影響というものが起こり、困難が生じます。したがって本当に詳細な努力というものによって移行を起こしていき、目標を達成しなければいけません。TCFD のことを考えると非常に、これはインディケーター、興味深いインディケーターということになっていると思います。企業は投資家に対して開示をしなければいけないという認識があります。そうすると機械に関する、そして移行に関する問題を投資家が知ることができる。そしてのために対応できるような問題に対応できるようなガバナンスがあるかどうか、また企業がきちんと進捗状況をモニタリングできるような計画ができるかということが分かります。私たちが最近分かったのが、これ以上のことが必要だということが分かっています。その計画自体が信頼性があるのかということを投資家は知りたがっています。きちんと実行が計画が実行されているのか、資産企業の活動の中でその計画が実際に目標と実行を達成しているのかということです。より非常に詳細な問いパフォーマンスに対してバランスシートに対しての細かい質問がされています。ゼロアセットオーナーアライアンスなどがゼロネットゼロの目標を掲げていますけれども、企業のそれに対して企業のポートフォリオバランスシートをどのようにして変えるべきなのか、ポートフォリオをどのようにして目標適合していくのか、2025年、2030年に向けてどのようにしなければいけないのかという非常に詳細な問いがかけられています。しかし、まだ、そうですね、特に債券市場では、ボンド市場では、資金市場はグリーンですとか、
サステナビリティ、社会的なことに使われています。また、トランジションのラベルが好きなボンドというのも13のボンドがあります。社債もありますし、カデン、マーフリックなどの社債もありますし、欧州の金融機関もグリーンの移行というボンドがあります。そのような、これらのボンドに関しましては非常に細かい基準が設けられています。ラベル的になるがつくためには非常に細かい基準が設けられています。トランジションの資金指定とであれば、それが何に使われなければいけないのかということが細かく決められています。同時に、サステナビリティリンクボンドというものを台頭しています。企業のパフォーマンスとでも連動しています。この KPI というのは、移行の野心に合わせて設定されたものです。もちろん、アンビションのその目標の高い KPI を達成するためには、もちろん多くのことがされなければいけませんけれども、これについては次のセッションでも、このイニシアチブについて、この詳細を表すことによって、よりいいターゲット、そしてコミットメントの信頼性とについてお話ししていただけると思います。非常にこのサステナビリティリンクボンドについて興味深いのは、発行体がこのセクターでは非常に、このリンクサステナビリティリンクボンドというのは人気です。というのも、設備投資の不足しているということもあると思いますけれども、このレポートのターゲットというものを作っています。企業としてもネットゼロというものを設定するのも、非常にこのような分野の中では興味深いことだと思います。発行体、そして投資家がボンドマーケットにおいてこのようなことを思っているということをつけたいと思います。 EU タクソノミーに関しましては、これはもちろん非常に細かい分類です。EU は2030年までに 55% 炭素を削減という目標を立てています。タクソノミー、EU のタクソノミーというものは、一貫的性がある基準となっています。分類となっております。脱炭素の目標と適合しています。さまざまな移行活動なども、セメントのですとか鉄鋼の製造なども、タクソノミーに入っておりますし、航空などの移行も含まれると思います。非常に、セクターなどを思ってネットゼロに撮影しようとする、たくさんの道になっております。非常に重要な、これらが重要なステップだと思います。もちろん、最初の第一歩の後にしなければいけないということがあります。全てのセクターが脱炭素をしなきゃいけないということがありますけれども、これはパリの目標に2度、そして 1.5 度目標に適合しているものです。これを具体的な、これを目標を達成するための経路となっています。また、プラットフォームで非常に重要なダメージがある、ダメージを起こさないということについても、詳しい目標というものが、基準というものが設定されています。企業として現在の活動も抑えながら、たくさん脱炭素しなければいけないということで、企業ですとか、さまざまな国々もタクソノミーに貢献しています。カナダでは、
一行タクソノミーというものを作成したし、その中で、オイル、ガスというものを、そしてエネルギー製材、製造などを含めた、そして公共産業なども含めた7つの産業をフォーカスしているタクソノミーの作成に行っています。4月、カナダ政府としては、新しいサステナブルアクション協会というものを設立するというような発表もありました。日本でも今年の4月、金融庁がガイダンスを気候ファイナンスに関するガイダンスというものを発表しています。東京ではそのためのワーキンググループが今後細かいそれぞれの各セクターに対する詳細にわたるロードマップというものが発表されることになっています。これはしたがって日本からもこのような興味深い情報が見られています。今年の3月に移行金融について報告書が発表されました。こういったことについて主なメッセージはどういったものだったと思われますか？タクソノミーがこの細かいことを決めるのにどれだけ役に立つんでしょうか？そうですね、タクソノミーはパフォーマンスのベンチマークとして見るのが重要です。追加的な情報の層として企業が使えるようにします。そして企業は財務的なリスクや影響を分析するわけですけれども、サステナビリティのパフォーマンスを見るにはやはりその事業の中身を見なければなりません。そしてタクソノミーはそのための情報を与えてくれるわけです。まあそのような見方ができるでしょう。そしてではこの基準に、タクソノミーの基準に今日見合うことができなかったらどうなのかということです。しかし一方で市場からの認識は得たい場合はどうするかということです。CO2 の排出は削減しようとしているけれどもそれで十分なのか、あるいはテクノロジーパースウェイだけでは十分に投資の承認を得るだけの経済的な合理性が得られないような場合どうするのかということです。このような改善が起きるようにするための枠組みを提供することが重要です。そして移行金融プラットフォームではこういったとパスウェイで企業が意思決定をするのを助けます。またサステナブルでなくても改善が認識、タクソノミーの下で認識されるということであれば、追加的なカテゴリーをタクソノミーに関して出して、改善されているエリアがサステナブルでなくても認識されるようにします。そしてタクソノミーはそれをするのに十分柔軟性があるわけです。しかし、このいずれも根本的にやはり市場というのは環境パフォーマンスを十分に評価し得ないもの、しない場合が多いです。そして次に投資、例えばインフラ、あるいは重たい資産などに投資をするとなると、やはり非常に低い排出パフォーマンスがなければ、投資基準に見合わないわけです。というわけで、このタクソノミーの活動レベルベンチマークで、そういったことが明らかになるようにと思っています。CBI では、共通の業界の経済活動のパースウェイがあるべきだというふうに考えています。パリ協定に見合うようにするためです。これまでのビジネスアズユージュルといったレベルではなくて、どのようなパースウェイがあるべきかということを考えています。
それについてはまだ、模索中というところですけれども、そしてどのような形で CO2 の排出をフェーズアウトされるような活動でも減らしていくのかということが注目されます。例えばガソリンスタンドのを解体する作業などにおいての二酸化炭素排出削減をするにはどうすればいいかといったことも注目されるでしょう。ネイサンさん、どうもありがとうございました。移行金融あるいはタクソノミーなどについてよく分かるお話をいただきありがとうございました。皆様もありがとうございました。